何いる調子はどうだい。最近出てないから多分さ、みんな心配してる。そうそうそう、ファンの人たちは。あね、あゆでやみすぎたのかな。あゆでやみすぎた。あゆ病で、まあ、あゆにあや、あゆにあや、あゆです。あやさ、カーボン乗ってよ。あ、やばねえ、めっちゃ入っとったじゃん。もう無理、もうちょっと落ち着いたらさ。ねえ、耳栓俺が開けたって使ってないじゃん。痛い。しかも、あれ基盤で透明じゃん。調子悪い。基盤で見栄えが悪い。そう、それじゃあ言っとくわ。え、まだ入る？もう無理。まあまあ、今日私の今日の戦利品なんですけども、戦利品、まあまあ、買う人いるんだなと思います。そう、実はもう今日やられちゃいましたよ、これに。やっぱポテチなんですね。ポテチのやっぱりスパム、うん、はい、ないじゃないですか。こう見てほしいのはファミマ限定。こういうのやっぱ持ってかれちゃうんで、はい、僕、はい、結構スパムおにぎり大好きで、ですね、はいはい、結構ピンと合っちゃったんですけど、でもポテチなってちょっと思っちゃう。そうね、そうね、意外と、ね、意外とこういうところ、あの食わず嫌いで意外と行くんですね。あ、ま、旬物みたいな。そう、旬物やっぱ乗っとかないと。スパムよ、だって確かにね。え、こうやってカルビーもやったよね。絵面で持ってかれちゃって最初スパムかよみたいな。まあ、もう当たり前にお菓子好きとしてはこういうとこ も外せませんよね、はい、カルビー、しかもカルビーだから、はい、さっきの、あの、いただいたのは、はいはい、これ小池屋じゃないですか。小池屋もまあ、はいはい、いいとこ持って、いいね、持ってくるんですけど、いいすね、うん、カルビーやっぱあの王道なんで。そうですね、いや僕もそこはあの否めないです。そうそう、やっぱカルビーですよね。ですよ ですよね、はい、でも小池も頑張ってます。そうなんです。チョイスするとこはすごいよね。チャンネル登録よろしく。なんか俺のお菓子好きはシェイパーも知ってはいるんですけど、あの結構オフレコな感じだったので、子供向けはするんですけど、アスリートには向かないなと。そうですね、アスリートはね、こういうのあんま見せちゃダメなんだ。そうそう、 でしょ僕も言わないじゃないですか、うん、あんまりお菓子ボリボリ。そうね、そう ねでもやっぱちょっと心打たれたんですよ、ポテチの姿に。朝からチャンネル登録よろしく。てるくん、あと何握りしめてるんですか。いや、これ、ついつい、いただき物はね、あの、遠慮なくいただくんで。乾き物が多いですね、ここは。でも、それがいいですもんね。うん、最高。一回始まっちゃった、一回。うまい、これ。うまい、これ。どこ、ね、どこ、どこ、コンビニどこ、はい、これは、コストコ。2000円。うまい。これ、うまいな。うまい。これ、いいっす。わぁ、キャセット。やばい。行くのか、どっちか。来い、中馬。おぉ、やべえ、やべえ。あー、引っかかる。裏来てる、裏。Hey man! Hey man! 右手の探し方がプロのポテトチップス。でもノールックでやってる。ノールックで、やっぱこのノールックでいける人って相当。ポテチだけはもう本当僕もうお手上げです、それは。自分で持たないからね、袋は。これ今テル君にもらったんですけど、これちょっと待って、えっ、何なんですかこれ。味と技、皇居メーカーってやつね。はい、菊もなか。はい、半端じゃないですよ、てるさん。菊園、はい、切り箱ですか。いや、俺切り箱で菊の紋が入ったちょっと食べ物もらったことないです。いや、これ要はアライアですからね。アライア、あ、確かに。はい。アライアの新材ですか。確かに。シェーパーから見るとアライアの、はい、あの、あれですね。ブランクスっていうことになるんですか。ブランクです。まあ、フラットロッカーなんですけど。あ、まあ。ちょっと開けてみますか。開けるんですか。いや、だって。じゃあ、先輩。いや、先輩って。あ、じゃあ。じゃあ、ちょっと、テル君にいただいた、ちょっとテル君いないんですけど、ちょっと、開けさせてもらいます。キクモナカということで。はい。はい、いや、マジで、ほんと、テル君、ね、会うの2回目なんですけど、まさかこんなお手土産いただいても、すごい。待ってよ。いや、ありがたいんですけど、恐れ多いですよね。てるさんから聞くわ。こんな感じです。いやもう、え、え、あ、自分で入れるタイプのやつ。
どういうこと？いやいや、だから入ってないっすよ。なんかほら、モナカがまだ出来上がってない。どれを入れるの？いや、だからあんがあるんですよ、裏に。これ、あん。震える。エイジンさんはさすがにこれちょっと先輩からいただいたら、ちょっといろんな、なんかこう、いろんな気持ちになりません？ただただお菓子をもらったんじゃなくて。いや、なんか、こう悪いことしたのかなと思います。いや、逆。僕がいただいたら、僕がなんか悪いことしたのかなと。いや、それは、はい、エイシンさんだからでしょ、はい、それは自分に、はい、あれなんか日があるのかなって思っちゃうからでしょ、はい、僕は別に日はないんですけど、はい、どう柳島のやっぱパイセンに認められたと。いや、ってこと？ことで、ちょ、それはでもちょっと、なんかおこがましいんで、僕も。ちょっとあんまりそんなポジティブには取られないんですけど、でもありがたいですよ。はい。じゃ聞きに行きますじゃあ。あ、じゃあ。いや、でも、あれですよ。お風呂入っちゃってるんで。あ、そっか。でも、お風呂入ってる、なんか聞いちゃうっていうのもあるじゃないですか。ちょ行きますか。はい。はい、あの、エンシンさんにカメラを出したいの申し訳ないです。いやいや、どんどん。はい。あれ、入ってない。あ、いないんだ。じゃあ、上行きましょう。はい、行きますか。ちょっと、テルさんにちょっとお話伺いたくて、今カメラ回してるんですけど。はい、今ちょっとカメラ回してるんですけど、ちょっと今カメラ回してるんですけど、はい、ちょっと電気つけてみていいですか。いや、マジで先輩、ちょっと全部入ってます。これ見てください、これこれテルさんからいただいたんですよ。いや、もう全然あの気持ちなんでね、はい、え、カマさんも知らない。いや、お土産一緒が買ったのよ。いや、もうなんか木箱に入ってる。いやいや、いや、キリキリ、木じゃないです、木じゃないです、キリ箱、キリ箱、はい、じゃあこれ、じゃあ500、ごめんね、それ、500円とかじゃないからね。じゃあ、知ってますよ、知ってます。いや、だから僕ちょっとさっきから下で開封して、いやいや、ちょっと前これ、どうなんだと。いや、これは聞くの文章入りで。いや、そうなんです、うん、で、僕ちょっと疑問に思って相談したんですよ、うん、エイシン先輩に、うん、そしたら、うん、エイシン先輩、うん、これもらったら、なんか悪いことしたんじゃねえかって、で、僕は思うって言って。いや、でも僕は、テル君には、まあ、失礼なことはしてるけど、悪いことはしてないと。そう。失礼なことはしてるけど、悪いことはしてないと。そうね。そうね。って思ってるんですけど。否定もしないけど、まあ、冗談の時で、一応これ、俺渡すってことは、一応、外線車乗ってもらおうかなって。いや、だからすごい心配してたこともちょっと、ね、まあ、自分は天の万歳なので、まあ、今のカットでこれでカットしないんですけど、カットしないんですけど、まあまあね、あのいつもお世話になってるんで、あの、いや、マジで嬉しくて、ありがとうございます。いや、本当にとんでもないです。 For you。 いや、ありがとうございます。はい、なんかちょっとすごい、うん、あの、まあね、回数じゃないと思うんですけど、そうね、そうね、会った回数では僕ないと思ってて、うん、でも、そうめちゃくちゃ嬉しいです。とんでもない、とんでもない。ちゃんと男として、いや、だし、ちゃんと筋を通す人間にと思って、でも、いや、めっちゃ嬉しいです。いや、もう鎌田さんにも感謝ですもん。すいません、鎌田さん、鎌田さん食べましょう、一緒に。はい、すいません、僕こんな姿で。じゃあ、これは僕はてる君に認められたってことでいいですか。いや、もちろんってことは、うん、あの柳島にも、うんうん、もしかしたら行ってもいい。それはどうだろう。え、三物議をかぶせやすいんじゃない。さっきもちょっと言ったけど、外線車で来てもらった。湘南つったら俺でしょ。ピーピーピー。あたーす。価値が許せないんじゃない、柳島。あ、ですよね。いや、まあでもそれは、まあ、あの、てる君も多分いろいろな顔があると思うんで、それはまた僕も、あの、気づき上げていきたい。頑張って。いや、はい、いや、でも本当にありがとうございました。メスもないです。素晴らしいお菓子いただきました。ありがとうございます。皆さんもいかがでしょうか。外線車乗らなきゃダメです。テルさん、海老名の回し物しか見ない。何。いや、でもありがとうございます。絶対美味しいと思うんでね。いや、びっくりしたのが、うん、モナカじゃないですかって言って、うん、で、え、中入ってないっすよって言ったら、うん、え、皮だけなのみたいな。そうじゃなくて、そうじゃなくて、あ、作るやつなんですよ。だから、あんこどこなのって。え、じゃあもう、ずっと糖分取りすぎなんで。え、あげたことないですか。え、エイジンさん、あれ、エイシンまだ早いの。え、これ、エイシンさんもらってないのに僕はもらったんですか。そうそう、僕は朝5時に起こせますけど。ちょっと、ちょっと待って、これは、恒例行事ではないんですか。全然、じゃないです。ちょっと待って、もらったことない。
ちょっと待って、俺逆に怖くなってきたんですけど。おかげさまで、はい、初めて YouTube デビューさせていただいて、はい、その感謝の気持ちを込めての、本当そうですね。いや本当に本当に なら良かったです。なんか、うん、いろんな本当に杯交わすのかなって。やめてください、やめてください。これとこれは持ち帰ってください。何もよくわかんないですけど、いや、かぼたさんももらったことない、えいしんさんももらったことない。じゃあ一応 YouTube 記念ってことなんでね。あの、いただいたの パンチしかもらってない。ガチのやつ。いやでもありがとうございます、嬉しいです。じゃあちょっとまだ夜は続きますんで、これから皆さんチェックしてください。てるくんから目を離すな。チャンネル登録よろしく。49歳佐藤栄信、一番後輩なんで、ここではね、ここではね、そう、ここではね、49歳でもパシリだから。そうです、いや、氷と炭酸水2回セミレム行ったって、ね、マジっすか。チャリンコで来いで。俺何やってんだろうと思いながら。これが本物のファミリーチャンネル登録よろしく。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、そうそうそう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。かぼちゃん、よろしくお願いします。はい、またお願いします。ありがとうございます。え、あれだっけ、交渉するんだっけ。一旦交渉します。はい、今度はノリアジを教えてください。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。またじゃあ刺身頑張りましょう。はい、はい、連絡します。はい、ゆきねんありがとうございました。はい、またお邪魔させていただきます。 YouTube 出しちゃったらいいですか、ゆきねん。いや別に全然ない。そんなないですか。また今度 YouTube で紹介させてくださいね、ポッキーのゲーム。アポロアポロ、何アポロ、チョコとイチゴの部分をちょっとかじって、別々で噛む先っちょ噛むって。チョコ味とチョコ味と別々に食べるのが好き。まあまあ、で先っちょは？先っちょ かじるでしょ。っていうことなんで、はい、まあ一応また新しい、うん、アポロチョコの食べ方とか説明がまたあると思うんで、またあると思いますね。はい、よろしくお願いします。チョコはおいおい今回はもう雪に任せた。そうそう、そっちの方、ね、チョコは、うん、ねぶり倒す系を。チャンネル登録よろしく。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。最高っす。サーバーズライン最高。ちょっと、やからじゃん。ドア開けっぱなしで行っちゃうの。チャンネル登録よろしく。